じゃあ一番前って、とりあえずね、あのメンバーとりあえず前で発表者はどうなるか分かりませんけど、とりあえずみんなで支えてください。それがみんなにしてほしいことだ。
はい。はい。それが一般としてはとりあえずもうみんなに分かってますよ。全部と。それでいい。はい。じゃそれを抑えて、問題的やつやってくださいねっていうことです。はい。はい、じゃあ、一般終わりです。他の人もいたことないです。大丈夫ですか？質問しますか？質問受け付けましょうか。はい。質問していいですか？先していい？はい。じゃあ、ポテチを富士山の上で作ったら、持ってきたらしぼんじゃうんですか？すいません、揚げ足取る。揚げ足じゃないです、結構大事なんです。ポテチだけに揚げるってことそういうことです。一般は誰が説明してもその答えはバチッと正直当たって大丈夫ですか？いいですか？はい。他に質問は大丈夫ですか？温帯低気圧の班は何か聞きたいことありますか？自分らの振りとしてここはちょっと聞いておきたいな。だけど別にいいですよ、無理やりしなくて。はい、いいですか？はい、じゃあ一般どうもありがとう。はい、お疲れ様です。はい、一般はね、代表が発表してくれましたけど、どうやって説明しても10ですかね。皆さんもそれぞれ代表として一般すごいあまりに簡単な話だったから、そのドテチっていう例えをこれが一番伝わりづらいみたいなのを探してくれたんですよ。誰が見たんですか？ドテチって言わない？一般はもう全員パッと見てきたんですよ。みんなじゃあそれ経験したことがあるで、まあだから経験したことないけど一番ピンと気が付いてる。はい。それもある。まあこうすごいね、一般はある意味難しかったと思うんですけど、低気圧と高気圧ってそもそもないみたいな話って根本的すぎてですね、そんなのだから小5と中2で調理してやったのに、その時は低気圧とこういうもの、高気圧とこういうものってそのテキストに書いてあるような5行ぐらい覚えて、覚えてることを答案に書いて、で、あとは忘れるっていう感じだと思うんですけど、今はね、もう読んでくれたからわざわざ今でもないもんね。だから、ポテチの例えをあえて別なことを言ってくれたんだと思いますけど、まあ、僕がテキストで書いたことはですね、空気だと思うと実態がよくわかんない、ふわふわした気圧が高いとか低いとかよくわからないので、まあ、今ポテチをこうの袋の内側の気圧はこれぐらいの力で押してるんだけど、地上では同じような力で押し返しているからこの袋の重さなんだけど、上に持っていくと中の力は変わらないけど外の力がちっちゃくなっちゃうので、それで膨らんじゃう。でこれを、まあ、こういう言い方でもいいんですけど、僕がテキストで書いたことがあるんですね。水だと分かりやすいんじゃないかな、こう物体としてはっきり認識できる。空気だと思い出しなくてよく分かるけど、結局、僕らの地球の上に空気無限に上まであるわけじゃなくて、地球のある一定の高さまでしか空気ないわけです。で、一番上がここですとしましょう、はい、で水面みたいなんですが、空気の面があると思ってください。ほんで、チャプチャプしてるんですよ。わかりますか？
たまたま深い側に俺がいたら、前回君らが気圧計を置いて飲みましたよね。気圧計って何なんだっていう話にちょっと僕はしましたけど、この上に乗っかってる空気の体重ですよ。体重計なわけ。その針を読んだって。この気圧計の中は真空なんだけど、だから気圧ゼロですね。で、それに対してどんぐらいのものが乗っかってるのっていう話で、深いところに行けば当然高くなるね。浅いとこ持ってったら、あら痩せたわってなるじゃん。これしかないんだ。この分だけ痩せますよね。で、高いよね。低いよね、気圧が。それから絶対出てくるじゃん。じっとしてればこうなんですよ。地球がもしじっとしてればこうなんですけど、じっとしてませんよね。はい、なんか起こるわけですよ。山があって空気が使ったり、なんだなんだ起こるわけです。そうするとチャプチャプするじゃん。で、高いところはどうなりたいと思ってますか。もともとはこの水面でありたいんですよ。これ登りたくてしょうがないんですよ、この人。で、低い人はこうなりたいんですよ。もう低いのは嫌だと思っているから。そうです。本当はここに落ち着きたいんだけど、一回揺れたら高いこと低いこと出るじゃないですか。で、しばらくこうなってから落ち着いてくるんだね。そうすると、ここは下に下がろうとしますよね。上がろうとしますよねって場所が、場所によってできますね。今日みたいに雨の降る日ってこっちだよね。天気が悪いって話をしてちょっとしましたけど、低気圧は天気が悪いよね。なんでですか。低気圧が天気悪いのどうした。上昇気流がちっちゃい声でかすかにつぶやいた人がいますけど、なんで上昇気流ができるとじゃあ天気悪いんですか。上昇することにより空気が冷えて、空気が結露して雨が出る。あー、そういうことですよね。はい、チームボンド結構あります。まあ、たまには前回のレポートの中で飽和状の水蒸気圧って計算しましたね。地上の気温が27度だったか知りませんけど、その飽和水蒸気圧、あったかいと空気の中でどれぐらい水蒸気を含めるかっていう満杯の量がこれぐらいだとするじゃないですか。だけど無理やり持って上に持っていかれちゃうんでしょ。上は寒いよね。多分10度でもね、10度でもいいんですけど、それを無理やり持っていかれたら器が小さくないじゃないですか。わかります。はい。ということは、こんぐらいしか入ってなかった。まあ 50% だから 60% だったら、知りませんけどね、これね。自分らで計算しましたよね。60% で、まあ、これぐらいの水の量だったんだけど、この器の小ささは何ですか？溢れるでしょ？入りない。100% なんて溢れるでしょ？これが雨だよね。こう無理やりこういうことされますと絶対電気が悪くなる宿命なんです。逆もしてないんです。無理やり冷たいところをこうやってやったら、もともと雲があったとしても全部消える宿命です。だから高いところと低いところがあるっていう事実を、それがあるとこれが絶対起こってしまうんですよ。ってことはここにこうどんどん押し付けられたものがどこに行くの、横ではこう行くしかないよね。上ではちょっとこうあるんでしょうね。で、その中でここは雲ができるんでしょうね。ここは消えるんでしょうね、あったとしても。で、まあ、見てると、なんか、高気圧は、こうやってちょっと曲がっていくんですか。いや、ちょっと思いますけど。ニャンはこういうことやったでしょ。ニャンとか3本具体的にね、まあ、こういうことやりたいと思いますけど、結局高い方からちょっと地球の自転で
曲げられたりはするけど、基本的には高いところから低いところに物が流れるよと、横から見たらこういうことだよという話が、とにかく根本にないと次の話です始まらないので、超簡単な話ではあるけど、意外と本質を知りたいと思うと意外と難しいです。そのポテチで例えて言ってくれたの、気圧とは何ですか。気圧とは押す力でしょう。地上ではこうでしょう。そのバランス崩れたらグラウンドになる。チームボンドから質問が出たら意味わかりました。上で作ってちっちゃい力とちっちゃい力で釣り合った状態にしといたのを下に乗ってどうなんですかっていう質問なんです。これ結構この質問すげえいい質問です。いや、初めて聞いた質問ですけど、初めて聞いた例えの説明だったから多分出たし、でこういうことも無茶ぶりだからいっぱい出てくる。はい。で、まあ、どの説明が正解とかそういう話じゃなくて、この中で肝はどうなの、ここさえ押さえておけばいいのか、要するに高いとか低いとかって何が高いんですか、低いんですか。この後レポートの一番最後まで根本的に関わってくるから、すごい簡単でシンプルな話だけど大事だよねっていう感じなんです。はい。で、まああと20分で3限が終わるから、だからじゃあ次2班やって1回やってみましょう。2班やって3班はいよいよ食らいます。まだ今度決めたいから今度やりきりたい。はい、じゃあまずじゃあキャンやってさ、一回休憩しましょう。じゃあキャンまず進めてYou can show.